有精卵ならもう帰ってもいい頃なんですけどもね、最初の、有精卵とですね、2、4、6、8、10個、これはですね多分まだ有精じゃないと思いますね。で、あとこの辺りですね、これは昨日の分ですからね。で、おそらく帰るのはこの辺りからじゃないかな。よくわからないです。初めてですので。で、これがですね、フランキーです。でですね、ウズラが帰るとですね、この中に入れます。これですね、発泡スチロールの箱にですね、これ餌と水ですね、餌と水からですね、これ、40W ですね、60W 入れてみましたけども、ちょっと 60W はですね熱くなるみたいなんで、40W の発熱電気を暖房用に入れました。でですね、で、この中で一応1ヶ月ぐらい飼育してということですけども、何せ初めてですのでどうでしょうね。ね、エルダちゃん。